はい、ノズです。今回紹介するのはエゴ忍者号のニンドロイドメカドラゴン70725です。部品の袋は6つでパーツ数は691個、シールシートは1枚で説明書は2冊です。それでは組み立てていきます。
完成です。ミニフィグはロイド、ガーマドン先生、悪のウー先生、クリプトー将軍、そしてニンドロイドの5体です。ロイドは服装がかっこいいですね。光に当てると反射するようなプリントが入ってます。後ろも同じでドラゴンの顔が大きく入ってますね。かっこいいです。で、手にはゴールドの刀を持ってて、顔ですけど一つだけで、よいしょ、こんな感じの顔になってます。ガーマドン先生はロイドの父親ですね。ウー先生のお兄さんになります。手にはコンボを持ってて、服装そのものはアニメに出てきた時と一緒ですね。顔はこの一つだけです。それから髪ですけど、これはロイドの色違いになってます。悪のウー先生、パイソンに改造された状態ですね。アニメのままという感じだと思います。手には手錠と黒いコンボを持ってます。クリプト将軍、喋るキャラとしてアニメにシーズン通して出てましたね。片手をつけてて、マスクの下はこんな感じの顔になってます。顔はこの一つだけです。ニンドロイド、マスクの下はこんな顔になってます。さっきのクリプト将軍と若干違ってますよね。で、マスク自体はクリプト将軍と一緒なんですけど、服装が若干違ってます。次にニャーの車を見ていきましょう。これアニメに出てきてましたっけ？ちょっと覚えてないんですよね。で、形としてはミニ四駆みたいな、ちょっとバギータイプのような感じの車になってます。かっこいいですよね。で、サイズですけど、全長は約17センチ、横幅はこの後ろのタイヤのところが一番広いんですけど、ここで 12.5 センチになってます。フロント部分、先日紹介したダブルランチャーメカバギーと似てますよね。刀横になってますし、この辺のライトの感じも似てると思います。まあ、あっちの方が後なので、もしかしたらこれを参考にあれが作られたのかもしれないですね。で、その後ろ運転席があります。風防ですけど、ここまで開けることができます。これ結構珍しいですね。中はこんな感じです。ハンドルも操作パネルもありません。これもダブルランチャーメカバギーと一緒ですよね。さらにここにミニフィグを乗せることができるんですけど、こうやって寝かせた状態じゃないと風防を閉じることができません。これもダブルランチャーメカバギーと一緒ですね。なのでやっぱり多分ですけど、これがベースになってダブルランチャーメカバギーが作られたんだと思います。で、その後ろに銃座みたいなところがあります。なかなかこれかっこいいですよね。大きなキャノン砲みたいなのが2つついてて、その間にはフリックミサイルがあります。で、その背もたれ部分をこんな感じで角度を変えることができます。で、この銃座の台座のところもこうやって回すことができるので、かなり遊びやすそうですよね。もちろんここにミニフィグを、よいしょ、こうやって座らせることが可能です。後ろの部分が前のこの部分に当たってしまうので一周することはできないんですけど、こうやって後ろ向きにすることはできます。なので、まあ走りながら後ろから来た敵に攻撃をすることができますね。これはかっこいいですよね。で、さっき言いましたけど、ここにフリックミサイルがあるので、こんな感じで飛ばすことができます。ちなみにこの弾、先端に怒りの先というかフックみたいなのがついてますね。これ結構珍しいですよね。そして車両の一番後ろの部分、テールランプっぽいオレンジ色のクリアパーツがついてますよね。これ実はこんな感じで押し込むことができます。動きを横から見ると、押し込むことでこの部分が斜めに動いてますよね。こんな感じですね。実はここの部分にフリックミサイルが入ってます。なので、さっきのテールランプ部分を押し込むと、こんな感じで飛ばすことができます。反対側も同じように飛ばすことが可能です。山なりに飛んでいくので、正直そんなにスピードは出ないですね。で、ギミックとしては面白いんですけど、あんまり迫力はないですよね。あと、タイヤの大きさが前と後ろで違ってます。後ろはクッションタイヤになってて、前は硬いタイヤになってます。なので、車体自体は斜めになってますね。それと手転がしでとてもスムーズに走らせることができます。そしてニンドロイドメカドラゴンです。かっこいいですよね。アニメではこの口の中から人が入っていってたので、実際というかアニメの中の大きさよりもだいぶ小さくはなってるんですけど、それでも大きいですよね。全長は約46センチ、
横幅は翼の先端から先端までで約45センチあります。まずは頭ですね。この赤い部分が目をイメージしてるんだと思います。で、口を開けることができます。結構広く開けられますよね。ちゃんとこのあたり牙もついてますし、この中はシールになってます。で、この上の部分もシールですね。すごくこう装飾がかっこいいですよね。あと頭の付け根と首の関節が大きなボールジョイントになってます。なので頭だけを上下左右に動かすことができますし、首だけを動かすこともできます。これいいですよね。これだけ可動域があればかなり遊びやすいと思いますし、いろんな表情のあるポージングができますよね。で、その首の後ろ、胴体のところですね。一見するとなんか何もなさそうな感じなんですけど、実はこの部分を引き出すことができます。中に入ってたのは鉄格子のついた檻です。で、前の部分を開けることができるので、ここにロイドを入れて閉じ込めることができます。で、もちろんロイドごとここに入れることが可能です。一応上から髪は見えてるんですけど、胴体の下の部分からは何も見えません。それからその檻の後ろの部分に操縦席みたいなところがあります。ここにはちゃんと操作パネルがついてますね。で、このスペースにクリプト将軍だったり悪のウー先生をこうやって立たせることができます。ただこの状態だとちょっと顔が見えづらいので、体を反らせるような感じにすると顔が見えやすいと思います。こっちの方がいいですよね。そしてその両サイドにあるのが大きな翼ですね。これすごくかっこいいですよね。左右対称の形になってます。で、動かせる部分は限られてて、この黒いところだけですね。ここをこうやって上下に動かすことができます。それ以外の部分は完全に固定されてて動かせません。で、その翼の前の部分に大きなノコギリブレードがありますね。これこうやって実は手で回すことができるんですけど、その後ろにギアがありますよね。で、そのギアの上のところに白い輪ゴムがついてるのが見えると思います。この部分なんですけど、こんな風に動かすことが可能です。なのでこの部分を思いっきり動かせば、こんな感じでノコギリブレードを回すことができます。これよくできてますよね。結構なスピードで回ってると思います。同じように反対側もこうやって回すことができます。もちろん2つ同時に動かすことが可能です。2つ同時だと結構迫力ありますよね。それから前足です。付け根の部分は胴体とくっついてるんですけど、真ん中のところ、それから足首のところは動かすことができます。真ん中のところはこういうカクカクする関節なんですけど、足首のところはボールジョイントになってるので結構自由に動かすことができますね。で、足の先、爪が3つ並んでます。これも上下に動かすことが可能です。それから後ろ足です。後ろ足も付け根の部分は胴体に完全に固定されてます。ですけど足首の部分をこうやって動かすことができます。ボールジョイントなのでここもかなり自由に動かせますね。ここには別の爪はついてません。で、この後ろ足の付け根がかなり頑丈にできているので、実はこうやって立たせることができます。これすごいですよね。はい、前から見るとこんな感じです。これはかっこいいですね。なかなかこんな風に立たせて遊べるドラゴンないですよね。それとさっきの操縦席の後ろの部分に大きなスプリングローディドシューターがあります。後ろのこの部分がトリガーになっているので、弾を入れた状態で後ろのトリガーを押し込むと、こんな感じで勢いよく飛ばすことができます。このタイプ結構スピードが出るので、顔とかに当たらないように注意したいですね。あとそのシューターの下の部分、後ろ足の前のところについてるこのパーツ、取り外せるようになってます。これをニンドロイドの背中についてるこの部分にこうやって取り付ければ翼として遊ぶことができます。これいいですよね。同じものが反対側にもう一つついてるので、あと1体付けることができます。かなり遊べると思います。さらにさっきのこのノコギリブレードの隣についてるこのノコギリを取り外して、
こんな感じで手に持たせることができます。これいいですよね。あの赤いクリアパーツがついててすごくかっこいいと思います。でこれも翼と一緒でもう一つついてるのでもう一体ミニフィグに持たせることが可能です。で一番後ろ尻尾ですね、関節が間に2箇所あるのでこの付け根のつまみを持って回せばこんな感じで動かすことができます。まあかなりくねくねというわけにはいかないんですけど結構くねくね動いてくれてると思います。このセットのパーツは691個です。以上レゴ忍者号のニンドロイドメカドラゴン70725を紹介しました。ナオズーを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズーマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。